<music> えー、こんにちは、えー、畑野と言います、えー、僕は36歳写真家をしています写真家というのはたくさんの人と出会いいろんな場所に行きます 僕にとってカメラというのは人や場所とつなげてくれるものです写真家というのは見聞の広がるとても楽しい仕事です僕は東京の郊外で妻と3歳の息子と暮らしています生まれたばかりの頃は何もできなかった息子が今では自分で歩いて自分で食事をしてくれます泣くことでしか意思を伝えられなかったのが今では言葉で伝えてくれます 育児というのは大変なこともありますが子どもの成長とともに日々楽になっていることを感じます楽しい仕事をして家族や友人に恵まれストレスとは無縁の不自由のない幸せな生活を送っています僕は一見すると健康そうに見えますが血液がんの患者です現代の医療では治すことができない病気にかかっています 今はこうして立って話すことができますがいずれ体を起こすことも痛みや苦しさで会話をすることもできなくなるでしょうもしくは体調が急変して1か月後にはもう死んでいるかもしれません人間は誰でもいつか必ず死にますこれは仕方がないことです しかし苦しんで死ぬということが僕には耐えることができません苦しさというのは身体的なことだけではありません好きなことができなくなり嫌なことを押し付けられ自由を奪われるという苦しさが僕には耐えられません自由というのは人間の尊厳でありアイデンティティの基礎になります 人間は生きてるから素晴らしいのではなく自由であるから素晴らしいんですこの自由が病気になると奪われようとしますしかし病気が自由を奪うわけではありませんでは誰が病人から自由を奪ってしまうんでしょうかそれは病人の周りにいる家族によって自由が奪われてしまうんです 家族というのは1分1秒でも長く生きてほしい、そう願います。一見するととても聞こえがいい言葉ですが、少し見方を変えると自分の家族が死んでしまうことの悲しみの先送りでしかありません。自分が悲しみたくないから、自分が心配をしたくないから、自分が安心をするために病人の自由を奪ってしまうんです。 ゆっくりしていなさいと病人をベッドに寝かせて本人の望まない治療や延命措置を施してしまうこともあります本人の意思に関係なく家族の判断によって回復の見込みがないのに機械によって強制的に生かす延命措置を僕は正しいとは思いません自由を奪うということは人間の尊厳を奪う行為です 医者は患者が延命措置を拒否していても家族が延命措置を求めれば医者は延命措置を施します運転免許証の裏にある臓器提供医師カードあれに本人が提供する医師のサインをしていても家族が反対をすれば臓器提供はされません 日本には病人の意思を保障する方法が一切ありません僕たちの命は僕たちが決めるのではなく悲しみたくないという家族によって決定されます僕の妻は僕の意思を尊重すると思いますしかし僕の親族や妻の親族が妻にプレッシャーを与えますそのプレッシャーに妻が負けてしまう可能性だってあります 日本の医療レベルというのは世界的に見てとても高い水準を保っていますしかしそれは助けることができる命に限った話です助けることができない命に対して日本の医療というのはとても低いと言わざるを得ません僕は自分の尊厳を守るために安楽死をすることを検討しています 安楽死というのは日本では違法行為のため海外に行ってやることになりますしかしこれはそう簡単な話ではありません体調が急変したりタイミングが一つでもずれれば海外に行って安楽死ということはできないでしょう僕は実際に安楽死をするための会員登録を済ませていますが実際に安楽死ができる可能性というのはとても低いと考えています おそらくでできないでしょう日本人が海外で安楽死をするというのはとてもハードルが高いことです。日本国内でも安楽死ができるように法律を変える必要があると僕は考えています。自分の命を自然な寿命で全うしたいという人延命措置をしてでも生きたいという人これ以上苦しみたくないから安楽死をしたいという人 それぞれの価値観に対応していくには選択肢の幅を広げるしかありませんそしてその選択肢を家族ではなく患者本人が選ぶ必要があります家族であろうと誰であろうと人の価値観を否定してはいけないのです人の価値観を否定して自分の価値観を押し付けることが自由を奪う第一歩ですすべては価値観の否定から始まります 安楽死の話をすると多くの人が最後の死に方だけを注目しますしかし本当に大切なことは死に方ではなく生き方です好きなことをして自由に生きるというのが僕にとっては大切な生き方です安楽死を選択することによって最後に苦しまなくていいという安心感が生きやすさを後押ししてくれます いつでも楽に死ぬことができるそう考えることによってギリギリまで最後まで頑張って生きようという気持ちになります。諦めるんじゃない頑張れこういった言葉は健康な方からたくさん言われてきましたこれらの言葉は助からない患者にとって毒になる言葉です。 僕は自分の人生を諦めているわけでもなく、死にたいわけでもなく、ただ最後まで楽しく生きたいだけです。僕は自分の死と向き合うことで、生きることとは何だろうということもよく考えるようになりました。人はいつか死んでしまうのに、どうして生まれて生きるんでしょうか。 僕がたどり着いた答えは人は人それぞれの幸せを享受するために生きているということです僕の幸せと誰かの幸せは違います自分の幸せを見つけてそれを享受することが生きる理由だと僕は考えています子供というのは自ら進んで嫌なことはしません自ら進んでやることは楽しいことばかりです 子どもの好きなことを自由にやらせていれば子どもはずっと笑顔です本当は誰もが子どもの時に感じていたことを大人になる途中で忘れてしまったのかもしれません幸せを享受するというとても簡単な答えを僕は大きな病気をするまで気づけていませんでしたそして健康な時に持っていた欲の意味のなさにも気づきます 例えばお金や名誉女性にモテたいいわゆる男性が想像しがちな欲の意味のなさにも気づきますこれらはあのように一緒に持っていけるわけではないので死ぬ人間にとっては必要がないものです病気になった今僕は自分の欲や幸せではなく誰かの幸せを願うようになりました。 妻や息子の幸せや友人たちの幸せを心から願っています付き合った時間の長さではなく付き合った時間の質が大切になりたった数時間しか会わなかった人の幸せを願うようになりましたもしかしたら本当の幸せというのは誰かの幸せを願えることなのかもしれませんそして誰かの幸せを願うには まず自分が幸せでなければ心からは願えないでしょうそして自分が幸せになるには自由が保障されていなければなりません生きることや幸せについて皆さんもぜひ考えてみてください自分や家族が大きな病気になったときに必ず役に立ちます